皆さんこんにちは、ジョコンです。ということで今回もイプトボール2024新たなマネージャーパック、監督パックが出てくるということで紹介していきます。そしてその監督がこちらジーコさんですね。2006ということは日本代表ですね。ドイツワールドカップで敗退した時ですね。ということは、日本代表での登場ってことか。マネージャーパックということでね、過去にもねいろいろ出ましたけども、どういう感じのラインナップになるんですかね。日本代表がハイライトとしてついてくるんですかね。監督パックで言うと、得意のチームスタイル適性っていうのがありましたよね。まずはこれがどこになっているのかっていうのも注目だし、あの時代のジーコさんってどういうサッカーしてたっけ。ドイツワールドカップの戦術がそのまま採用される可能性あるんで、どういう戦術になっているのかバラバラだといいですけどね。いろんなところがね、数値高ければいろんなところで併用できるのにいいんですけどね。そして85のねスタイルを持っているのか、そこもポイントですね。でブースター効果はもちろん大事、どこのブースターがつくのかっていうのは大事になってくると思いますが、どこになると皆さんは考えますか。そして育成タイプはどうでもいいでしょう。多分大したことないんでしょうね。ちなみに前回の少し前まで出ていたクラブパックが価格が1500コインだったんで、どれぐらいになっているのかも注目だし、ついてくるハイライトですよね、やっぱり。ジーコさん日本代表時代のもんなんで、日本代表の選手になるとは思うんですけど、今の日本代表になるんですかね、それとも昔になるのか。昔はなさそうだな。日本代表としてピックのデータなかったと思うから、そういうところも絡んではこなさそうだし、さあどうなっていくんでしょうか、ちょっと気になっております。またもジーコさん本人がね先につぶやいてしまったそうです。これ狙っているのかどうかは分からないです。でそして今回注目してみたいのが、今までのパックですね。バイエルンとかミランとか、それぞれのクラブパック単位で言うとクラブ名が入ってたんですよね。例えばインザーギパックとかじゃなかったじゃないですか。今回はマネージャーパックジーコになってますからね、パック名に日本代表って書いてないんですよね。ジーコってなってるんで、そこがまずはポイントだと思いますね。でこのパターンで言うと、普通にシンプルマネージャーパックということであれば、クライフ、グアルディオラ、カンナバーロが過去に出ていたように、監督だけでトレーナーが入ったりとかそういうのはあるかもしれませんけど、監督しか基本入ってないんじゃないかなっていうふうにも考えられます。確かこの時300コイン500コインかそのあたりで販売されたと思うんで、ジーコさんも一応今回ねブースターつくと思うんで、だいたい500か300かどっちかになるんじゃないかなって感じ。監督しか入ってないんで、ほんとチームスタイルと、あとはブースト箇所どこになるのかっていうのが非常に大事になって、それがね全然だったら変われないんじゃないかなって思ってしまいました。この監督たちもね今や輝いてあんまないですからね。そんなところもしっかりとうまいことね調整してもらえれば結構変われるんじゃないかなと思ったりもします。ということで、おそらく明日からねジーコパックなるものがね来ると思いますので、お楽しみください。ジーコさん以外にね誰かあるんですかね。なさそうだな。こんな感じでイフットボール情報を発信してます。ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。以上です。ではまた。